インティ・リマニ、または、インティ・ジマニは、チリのホルクローレグループである。歌を通じて、社会変革を目指したヌエバ監視音運動を代表するグループである。名前は、インティは、インカ帝国の公用語だった、ケチュア語で太陽を、イリマニは、ボリビア・アンデスの広報の名前である。グループの名前からもわかるように、隣国ボリビアのアンデス音楽の影響を強く受け、当時のチリでは、 まだそれほど一般的ではなかったケーナやサンポーニャ、チャランゴといったアンデスの楽器をいち早く使い始めている。また、ベネズエラの国民的な4芸の弦楽器クアトロや、コロンビアとエクアドルで使われる復元ギターの一種、ティプレ、あとには、メキシコのギタロンやバイオリン、アルパまで、ラテンアメリカ各国の様々な弦楽器を取り入れている。1967年に、 地理工科大学の学生を中心に結成された。1970年には彼らが支援した地理社会党のサルバドール・アジェンデが大統領に当選するが、1973年にアウグスト・ピノチェとのクーデターによって政権が倒壊すると、当時ヨーロッパでコンサートツアーを行っていた彼らは、そのまま地理への帰国が禁止され、ピノチェと政権末期の1988年まで、 イタリアでの亡命生活を余儀なくされる。この間、1980年代に入ってから彼らの音楽性は次第に変化し、ボリビアフォルクローレイロが次第に薄れるとともに、革命家長の曲が少なくなっていく。1988年、ピノチェと大統領の新任投票の直前に、国外追放が解除された彼らは、15年ぶりにチリに帰国し、ピノチェと新任反対キャンペーン。 さらには、翌1989年のピノチェとご最初の大統領選に参加する。その後、1992年に新メンバーとしてキューバ人のエフレン・ビエラが加入すると、グループの音楽性は一変し、もはやアンデス音楽の雰囲気を残す曲は、ごくわずかとなった。結成当初とは、音楽的な傾向が大きく変化したことをめぐっては、 音楽性についてのメンバー間の意見の対立があったものと思われるが、これにメンバー間の個人的な確執が加わって、2001年以降、結成以来30年以上リーダーを務めてきたオラシオ・サリーナスをはじめとして、結成以来の主要メンバーが、次々とグループを脱退、2004年にインティ・リマニー・ストリコを結成する。一方、従来のインティ・リマニーは、 インティ・リマニ・ヌエボを名乗り、二つのグループが、インティ・リマニの名前をめぐって対立し、裁判にまでなっている。主要メンバーのみ1980年代から90年代に、かけて、クラシックギターのジョン・ウィリアムズ、フラメンコギターのパコ・ペーニャをゲストに迎えて、何枚かのアルバムを出している。インティ・リマニの先輩格にあたるグループに、キラパジュンがある。結成当初は、同じヌエの士としての政治。 社会的立場、選曲や音楽的な特徴、さらにはステージでの衣装に至るまで互いによく似ていたが、その後、インティ・イリマニの音楽的な傾向が大きく変化したことにより、類似性はほとんどなくなった。1977年、1991年、1997年の3回来日公演を行っている。 現在のところ最後となっている1997年の来日公演は日本、シリ就航100周年事業として外務省の外閣団体である国際交流基金の招きによるものであった東京国際フォーラムで入場無料のコンサートが行われた。ありがとうございます。